やばいな、全然あった。うわやべえわ、もう懐かしいですか。懐かしい。今年も終わりですね。うん、やんまっ、なんかすげえやつ持ってるな。あ、そうですね、カメラ YouTuber じゃない。さすが、さすがだ。もう懐かしいわ。え、よく食べられたんですか。食べた。食べですか。懐かしい、ほんま懐かしい。あ、久しぶりだな。久しぶりで。どういう時にうどんとかそば食べたくなるんですか。そばは今の彼女がそばが荒れるんで。ああ、でもなかなか。そばはともう、まあ、一人でフラッと、うん、夜こっそり食べに行くような感じですよね。最高。まあしみじみとした感じでいいんじゃないですか、これも。ありがとう。なんか優しさを感じますね。で、そのお嫁さんいうか、その彼女がそばアレルギーで食べれないあれなんですね。やっぱ一緒のものをやっぱ食べんといけんみたいな。ちなみに今日そうを食べたことっていうのは伝えるんですか。伝える。あ、そう、美味しかったよって。難しいですよね。でもわざわざ今日姫路から。姫路。でも姫路にもこういう自販機ないですもんね。もう岡山。岡山と、あと神戸にありますね。赤い昔高速ですかね。ないね。もうあの岡山ぐらいの。何年前ですか、その明石っていうのは。あって、明石にもうないから、もう30年以上前とか。30年前。あれですよね、1970年代とか80年代頃ですよね、こういう時ですよね。もうあのドライブインとか、これがあるのに言ったら、もうあのほら2号線沿いのあそこがしかないね。ここにあったもん。すげえな、納得よ。有名ですね、本とか出たりとか、うん、結構。あ、ここありますね。これ景品ですね。これもう難しい。難しいぞこれ。これ。あ、そうですね。これは難しいね。全然無理やんて。そうですね。
これ3000円ぐらいいったらいけると思う。なんでやん、ほんまのお金やん。嫌われてる感じですね。おおおおおお、え、やべえ、なんか光ってますよ。うん、これはいや、ちょっと待って、頑張ってください。おお、なんか入ってます。お、なんて書いてます。スマホの牢屋、いいじゃないですか。あれ、あげるわ。ちょっと開けてもらっていいですか。ちょっと開けましょう。あ、これも向こうに出せましょう。あかんわ、うまい、食い立てるやつです。牢屋ですね、これ。スマ携帯が牢屋の中に入れるみたいな。ちょっと SM っぽいやつですね。これ開ける？やめてください。ちょっとやめよう。持って帰るわ。めんどくせえよ。お土産ですね。お土産で。いいね。プラモデルみたいな。うどん。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。